ゆきです。アンです。小池アンどころです。ようこそおいでませ。はい、今日は何をするんですか？今日はですね、フルーツバーガーを作ってみよう。イエーイ、はい、めちゃめちゃ出てるんですけど。準備万端です。はい、材料を紹介します？はい、早いね。ちょっと待って、フルーツバーガーをなんで作るか説明した方がいい。フルーツバーガーって何ですか？フルーツバーガー。デザートバージョンですね。映えスイーツ選手権。それ。競っていかないといけないね。そうそう、マカロンの時のようにね。マカロン競ってたんだ、あれ。いつの間に競ってたの？競ってなかった、面白い。材料紹介します。こちら、パンでございます。こちら、あんちゃんの自家製のパンでございます。そう、これパンね、作ってたところ動画撮ったんだ。あ、そうなの？だから入れるかもしれない。パン生地かわいい。今みたいな感じでパンが出来上がって、うん、それがこれですね、うん、大量のパイナップルでございます。プロパイナップルパイナップル多すぎじゃないかな。ホイップですね。3色今作りました。なんかアラザンとかをやっていきたいと思います。はい、レッツクッキング。イエイ。テーマは？テーマはですね、いちごの入らないハンバーガー。いや、いちご入れよう。びっくりした今。あ、そうですか。違う。いや、違う。私結構長い、長い付き合いなんだけどさ、あの、自分の名前本名で言うの初めて聞いたから、いつも私、一人称私とかなのに、急に自分の名前言ったから、びっくりしたって。取り乱した。え、どうしよう。お、迷いがない。迷いがないよ。いちごずるいな。いちごって顔面がいいんだよな。うーん、よしって感じ。せっかくだからパイナップル入れとくか。甘いちゃうから。だけあるからね。やっぱでかくね。これでかくね。私もパイナップル鎮座しようかな。キング使います。どうぞ。キウイ1個でいいの？キウイは1個でいいよ。1個でいいんだ。パイナップルいなくなっちゃった。入れた意味土台。パイナップルはそういう人生なんだろうね、きっと。しょうがない、運命だ。こう作っちゃったからさ、うん、頂点ができちゃったから、これじゃあまずいな。こんなところにブルーベリーを置くのが頭おかしいんだ。パン乗せるっつってんのに。そうだよ。お化けみたいな。いいんじゃない？すごっ。すごやば、女子が作ったケーキみたい。おもちゃのケーキ。ね、紙粘土とかに作るやつ。めちゃめちゃ可愛いけど。個性出るな。完全に個性出たわ。すごっ。こんな違う？完成しました。イエーイ。むちゃむちゃ可愛いことになって、並び順間違えたね。こっちが私が作ったやつで、こっちが私作ったやつ、ね、どうですかこの差。あんちゃん、これのテーマは何ですか？これのテーマはですね、タイトルは、タイトル、ウェディングケーキを題材とした質感を演出しているパン。キュウリを添えて。キュウリを添えて。うにょうにょう。キュウリを添えて。うにょうにょう。じゃあ、タイトルを。モンスターバーガーです。めっちゃシンプル。その方が原宿で売れそう。そうそうそう。これはもうお化けをモチーフに作ったことになる。
になるんですか。そうですね、可愛いを詰め込みました。あー、なるほど、可愛いお化けモンスターですね。1階がイチゴ、可愛い。2階がグレープフルーツ、3階がキウイで、あの隠しボスがパイナップルダンジョンみたいになってます。攻略してください。上からすごっ、天才だね。その発想はなかった。食べる人を楽しませようっていうね。そう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 、パンをかぶせることを忘れてて、ね、もうパンの存在感がもうこれ5ミリぐらいしか映ってないの。一応いるんだけど、蓋がいるんだけどね。いただきます。いただきます。いただきます、はい、はい、どうですか一回。いちご。いちごしか感じてない。あ、美味しい。あんちゃんパンうまっ。え、ほんと？よかった、嬉しい。うん、あ、アラガが異物すぎて。じゃあ上に振りかけたらなんかアラさんがゴリゴリ。アラさんかわいいんだけど。そう、ちょっとせっかくだからバーガーっぽくかぶりついてみようかな。マジ？はみ出てくる。あ、ハンバーガー。うん、いける、美味しい。ハンバーガーだ、ちゃんと。そんなことある？何パン好きなの？好き。え、パン界で最も好きなパンは？チョココロネ。ちげえじゃん。ちげえパンじゃん。なんだよ。メロンパンだと思ったのに。はい、じゃあ以上、クッキーアンジュコロでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。無理でした。